皆さん、はじめまして。兵庫県プレイズレポーターのグッドサマリタンチャーチの牧師の武田です。今回は12月31日に行われたオールナイトプレイズをレポートします。12月31日夜8時、大掃除を終えてほっとした様子の人。今日ばかりは夜更かしを許されている。ワクワクしている子供たち。一晩中賛美するぞと熱く燃える青年たち、さまざまなクリスチャンたちが徐々に集まってきます。最初は子供たちの賛美リードで元気いっぱいにスタート。初めてマイクを握る3歳の女の子、初めてドラムを叩く7歳の男の子、みんな一生懸命神様を見上げて賛美しました。続いて発表タイム、5歳の女の子がバイオリンを披露してくれたり、小学生の男の子がリコーダーによる大工歓喜の歌、年末にふさわしい演奏となりました。ここで飛び入り、はるばる堺市から来てくれた小学校6年生の男の子が聖歌699番ああ驚くべきをピアノ演奏をしてくれました。この男の子はお父さんが堺市で開拓伝道をしておられ、毎週総額をしているのだとか。子供たちのダンスチーム J3 は所狭しと力いっぱい踊って神様を賛美してくれました。このチームは3年前に結成され、毎月2回日曜日に練習をしています。調教派の子供たちの集会で奉仕したり、この11月には京都府立大学の学園祭に出演する機会が与えられました。洗礼を受けて間もない青年の熱い特別賛美に感動したり、しっとり聴かせるクラシックギターの演奏にうとうとしたりと、盛りだくさんな発表タイムでした。お次はなんとヒーロー兄さんの登場。イエス様を信じ命を懸けて戦うスーパーヒーローと一緒に力いっぱい踊りながら神様を賛美しました。そろそろ夜も更けた頃、主任牧師の青木先生による聖歌タイム。青年たちにとっては知らない曲だらけでした。懐かしい名曲が次々と歌え、賛美の歴史をかみしめました。夜中の12時頃が近づいてきました。大きな声で秒読みが始まります。10、9、8、自然に力が入ります。3、2、1、ハッピーニューイヤー、ハレルヤ、ついに2014年が始まりました。礼拝堂のすべての人に新年の挨拶をして回ります。一人一人と握手し、今年よろしくね、祝福あるようにと語ります。メッセージの後はお楽しみのブレイクタイム。毎年のように教会のお母さんたちが年越しそばを準備してくださり、おいしい差し入れがありました。ここまでは子供たちもちらほらいて、いろいろな世代の人たちが残っていますが、いよいよ夜半が過ぎ、そうです、青年たちの熱い時間がやってきました。オールナイトプレイズが始まる以前、青年たちは大晦日にどこへ行ったらいいのだろうかというふうに思っていたことでしょう。それなら一層教会で一晩中賛美したらどうかと、この働きが始まったそうです。それから毎年行われるオールナイトプレイズは年ごとに変わっていきました。ただ楽しもうとしているのではなく、何かを奉仕すること、若い人が神様のために発表しよう、頑張る小さな子供たち、見守る、また育てようとする大人たちの祈り、その雰囲気はイベントではなく礼拝に近づいていきました。信仰の成長が見られるのです。子供たちも成長し、青年たちも神様を愛する熱い心を持って集うようになりました。その信仰の継承の姿を喜ぶ大人たちも、夜半過ぎはそろそろ帰り支度です。レポートをしている私もすみません、眠気には勝てず夜中の2時半に撤退しました。この後ユースのパワーが爆発したのです。踊ったりシャウトしたり激しく祈ったり、年に一度の大賛美集会となり、
また1年の抱負や将来のビジョンが語られ、互いのために祈り合いました。こんなにゆっくり一緒に過ごし、賛美し、祈れる場所は他にはなく、青年の思い出となったことでしょう。私たちグッドサマリタンチャーチにとって、年を終え新しい年を迎えるときに神様を一晩中賛美できることは、なんと幸せなことでしょう。この喜びを与えてくださった神様に感謝いたします。以上、兵庫県から武田がレポートいたしました。